トゥース皆さん、こんにちは。おやじです。今日はですね、中型トラックとは何ぞやといったことについていろいろ話していきたいと思います。中型トラックと言われるものは定義があります。それは、車両操縦量が5トン以上、11トン未満で、最大積載量が3トン以上、6トン半未満のものを言います。 乗車定員が11人以上、29人以下の自動車であるということです。それでは中、中型トラックと呼ばれるものの写真を見ながら説明していこうかなと思います。今ご覧の写真はですね、奈良交通自動車教習所って書いてありますね。で、ここにですね、速度表示灯が、ね、あるんですよね。 これ昔で、昔はね、もう、この、この車両、この大きさで大型教習をやっていました。でも、今はですね、この大きさは中型トラックに属します。いわゆる中型免許で、この車両が乗れると、いったとこですね。でもですね、私が、私が免許を取った、 昭和60年の頃ですね、はこういう車両で教習車をしてました。で、試験場に行ってもですね、県の試験場に行っても、この,この大きさで一発試験をやっていました。山口県でもね、こう,こういう車両であの技能試験をやっておりました。なので、 まあ今と比べて昔の方が技能試験一発試験も今もありますけれどもね昔の方が相当優しかったといったところです私はこういう車両で3回目で受かりましたまあ時代の流れでとてもラッキーな時に取れたのかなと思っておりますけれども で、今の車はです、ね、今の車はですね、5トン、5トンを超えても、この速度表示灯というのもうのがもう一切なくなりましたね。なので、この車両も中型トラックです。これはおそらく、おそらく、これは何トンぐらい乗せられるんかな。ちょっと、積載量はわかりませんけれどもね。 おそらく4トンから 5, 5トンぐらいは積めるのかなと思います。で、こういったちょっとホイールベースが長いですよね。で、この後ろから、後ろのタイヤから2箱までも結構長いです。こういった車両もですね、あのー、これロングと、 私たちの時代には言ってましたけれどもね、こういう車両はですね、後ろがすごくオーバーハングする、いわゆるケツが降るんですよね、なので、本当、運転にはね、注意しないと、あのお尻を振ってね、原付に当てっただとかあの、まあ、左折をしている時に、右折レーンの車に当たってしまったとか、ということがね、ちちょくょくありました。 こういったシ両ルですね。これも中型ですね。あとこういったコンクリートミキサーですよね。こういったシ両ルもあります。あとこれも中型トラックですね。 これも中型のブリーですね。これも中型の免許はないと乗れません。あと、キャリアカー。こういったキャリアカーもですね、中型免許はないと乗れません。はい。それでは、中型バスの説明に行きたいと思います。これもですね、中型バスと呼ばれるものです。これもですね、中型免許があれば、この 11人以上29人乗りの中型バスを運転することができます。まあ、こんな感じですよね。でですね、これは今、緑ナンバーですよね。 緑ナンバーなので、これはバス会社が旅客,旅客運送をするときには、この緑ナンバーがないといけないので、この緑ナンバーの車両を運転するときにはですね、2種の免許がいるのでね、で、私たちが運転するときにはですねあの、一般というか、お客さんをね、 お客さん、旅客運送ができないので、ナンバープレートは白ですね、白の、白バスだったら運転できるということです。あの例えばですね、子ども会、子ども会の行事なんかで、それとかあの、地元のスポ少の野球,野球チ,ームチームの送迎だとか、 そういった感じですねそういった白ナンバーのバスはその中型免許で運転することができます。でこの緑ナンバーになるとですね、あのー、2種の免許がいるのでこれをここの会社に入ってこれを運転しようと思うんであれば大型2種の免許がいると思います。 白ナンバー、白ナンバーのバスをちょっと探しているんですけどね、ちょっと白い、白いナンバーのバスがちょっとね、見当たりませんね。見当たりませんね。見当たらないので、これ白かな。これ白ですね。こういった感じです。これ 白ナンバーですよなので、逆に言うと、ですねこの白ナンバー、白ナンバーのこの,このバスで、例えば路線バスだとか、あのー、お客さんをね、うん、旅客運賃を取ってこの、このバスを使って旅客運賃を取るというのはもう法律違反なので、そういうことはできません。このバスではあのー タクシーの会社とかではなはな簡単ではありましたけれども以上で中型バストラックの説明を終わりますありがとうございました